両世界評論は1829年に創刊されたフランスの月刊誌。フランスの現存する定期観光物の中で最も古いものである。両世界評論は1829年8月1日にフランスはビロによってヨーロッパ諸国や特にアメリカ大陸との関係についての論断をフランスに開く目的で創刊された。 現存するヨーロッパのフランス語雑誌の中で最も古いものである。1830年に旅行の雑誌を吸収合併。1831年以降、フランソワビュロが編集長となる。彼はアレクサンドル・デュマ、アルフレッド・ド・ビニー、オノレド、バルザック、サントブーブ、シャルル・ゴードレールなどの当時の文豪たちを迎え入れたというのも当初は文学が 雑誌の主要な内容であったから。雑誌の目的は、批判精神の寛容と、抗議での政治世界の分析を、フランス外の世界で見られるものとの比較を通じて、行うことであった。相関号の論説にもあるように、様々に理解され応用された、同じ原理を、フランス、イギリス、ブラジル、ドイツ、デラウェアの沿岸、南半球の海に見る。すなわち、両世界とは、 フランスとそれ以外の世界のことである。しかしながら、後には政治、経済、美術もまた重要な位置を占めるようになる。1848年まではリベラルだったが、その後保守方向に展開を始める。第二訂正では、反政府の雑誌であった。アドルフ・ティエールを支持していたビューロが1877年に、没した後は、代表的なところでは、 フランソワの息子シャルルビューロ、影響力のある批評家であったフェルディナン・ブリュンティエール、フランシス・シャルム、ルネ・ドミ、アンドレ・ショメイ、フランス学シーンのクロード・ジョセフ・ギヌーが、編集長を務めた。19世紀後半には、フェルディナン・ブリュンティエールの影響下で、両世界評論は、反教権主義の構成に対して、カトリック教会を支持した。大多数の雑誌がそうであったように、両世界評論もまた、 ドレフィス事件を機に思想政治職を強めた。1945年に使命を両世界の評論、文学、歴史、芸術と科学に変更した。1956年に月刊誌、人と世界と合併した。1969年に月刊誌となり、1972年には月刊両世界評論に改名し、1982年には元の 両世界評論に戻した。現在は、作家、文芸評論家のミシェル・クレピュが、編集長を務めており、定期購読者、約5000名、発行部数約8000部である。コメンテール氏に、右派の拠りどころとなる高級紙の座を取って代わられたに、しても、本誌は、知的世界に、一定の影響力を保っており、フランスインテルの番組、仮面と羽ペンに、 編集長が持つ定期コーナーでも存在感を示している。2008年5月14日から2つの刷新がアナウンスされている。一つは賞金1万ユーロの評論賞の創設であり、第1回はビサンチン学者のジルベール・ダグロンが著書描くことと塗ることで受賞した。もう一つは創刊以来の記事の完全版を徐々にオンラインで提供し始めたことである。 ありがとうございます。